あーのお兄、うん、うん、はあ、軽トラはないけど、あのエブリやるかな、うん、はいはい、撮ってんの、何も喋ってないけど、うん、これこの車の足回りの動画で、あのチェックで言ってるんですけど、うん、ラスペネ、うん、買いました。ラスペネ、うん、でこれまだ新しいんですけど、まあ私は初めてです、うん。お客さんに頼まれて注文することはあっても使うのは初めてです。で社長とかは使ったことあるやろ。あるある。で普段は、バラすときはこういうの、うん、何？ブダマンとか。使ってるんですけど、分からへんか。まあだからなんていうので、で結構なみんなでな、みんな言うね、ラスペネはええとかな、うんうん、ええねんけど、やっぱり高いから。何倍するん？何倍か分からへんけど値段をごめんなさい分かんないんですよ、うん、でまあでも、高いからええんやろうし、浸透性もいい、うん、で今日はこのロードスターね、ちょっと足回り錆びてるし、うん、どっちの方が浸透性いいかなっていう感じで、うん、実験的な、あ多分皆さんやってると思いますが、うん、やりますだからとりあえずその足回りはだから右側と左側で分けてやって、じゃでもそれさ、うん、あるやん、車でも左めっちゃ取れやすかって右全然取れへんとか、まあ、それはあるから、まあ、仕方ない、うん、ほなやったらフロントは右ラスペネ、そう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 、リアは左ラスペネとか、ああそう、まあでもいい、互い違いにしようか、そうそうそう、そうしよう、はい、それ書いとかなあかんね、いやこれぐらいは、いや忘れ、これぐらい忘れ、絶対忘れる、これぐらい、まあ、それはそれでいいんやけど、うん、で今日一回かけて、ほん で明日な、うん、ほっときます、うん、なのでラスペネ開けていきたいと思います。まあラスペネをみんなこれやったら、私どこ開ける、まあ、皿で買った場合は、開けさせて、皿で買った場合は、うん、これがあるから、はい、ケツケツ、ここから開けたいけどな、ケツケツ、ケツから開ける、そんなもん、うん、これやな、うん、振ったあかんってか言ってなかったっけ、これ、あ振ったあかんやとったな、そういえば確かラスペネやったかな、なんかだって、あ、振らないでって書いてるわ、うん、そうやな、うん、振ったらあかんやつだ、うん、で、これ逆さ噴射もいけます、うん、だからで、これは逆さ噴射あかんのかな、いけるんじゃん、やってみて、一回逆でちょっと待って、いけるわ、うん、うん、全然いけるやん、どちらも OK、 はい、なので、やっていきたいと思います、乗っていこうか、まずそこは社長書いて、でフロントはどっちする、やらん、やらんて、ライトどこやった、やらんてとりあえずまあ右前な、ちょっと最近ほんまにやばなってきたな、頭ほんま、うん、だって頭皮がめっちゃ見えてきてんもん、で日焼けした、行くで、赤なってる、ちょっと待って、日焼けした、どこ行く、まあとりあえず、うん、いつもね、うん、感じで、外していくところ、これフロント運転席いいのかな、うん、これは何この匂い、匂いがな、すごい匂いやな、まあとりあえず、うん、一番な、うん、足回りでな、カッたってとこどこなん、どこやろな、これファブとか一緒やな、全体的に、うんうん、大体一緒やな、あそうか、まあ、こう何、こっち側はこれぐらい、とりあえず、うん、うん、ほんで次左側は、CRC です、なんかいつもこれ使い慣れてるから、うん、躊躇なくかけるような、で安いっていう部分があるから、うん、遠慮、さっきと全然ちゃうで、かけ方、遠慮が、まあ言うたら、うん、匂いは豚まんの方がマシ、こっちの方が、うん、きつくない、慣れてるからじゃん、
いや、それでも結構な匂いやね。うん、匂いはする。ブワッて。すごい。これぐらい、うん、で、リアかけていきたいと思います。リアはこっちが、こっちが、そうそう、シアらしい。右やった。これでも塗るところはあるやろ。こっちロアームは、まあ、こっちの方が、うん、遠慮せえへんもん。だからブワーってかける、塗りやすいような気持ちはするな、うん、でこっちはな、シャーッとなくてこう広がるん、広がれへん、一点集中やから。ああ、うん、めっちゃ飛んでくるもん。でもすごいよな。あ、ちゃうわ、うん、出した後もまだ出てると思ったけど。いや、それは止まるでしょ、ちょっと、うん、うん、ちょっとは止まんねんけど、ここな、うん、ここが固まるから。かけやすいのはどっちな、そう、なんていうの、こ広がるからこっちの方がかけやすいな。こっちはあの一点集中、ブチ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 って出るから、うん、なんか量が良け、うん、マフラーは？あ、すごい匂いよ、うん、で、マフラーを、うん、マフラーも結構ね、上の方があれやから、上に、上にラスペネ、ラスペネを塗って、うん、下に、下に CRC、ね、うん、ほんで、ちょっと待ってね、メンバーも全部かけていきます。で、今半々にするわな。腕にかかりました、うん、あの後だれせえへんのは CRC やな、うん、まあ、これはなんか比較やからほんまにこう何やろ、実体感を、うん、かけてるときは CRC の方がいいんかな、垂れたりとかないし、あ、まあ明日のお楽しみなんで、うん、下がこれも CRC で、うん、上はラストペンになって、うん、で、フロントパイプも行こうか。フロントパイプ叩く？置くだから。フロントパイプは 3本やから。え、下。下、日本を CRC して。上をラスペに行きまーす。これな、うん。うん。こんな感じ。こっちじゃない、だから CRC やから。こっちは、ね。こっちは CRC。メンバー。うん、うん、ここは？ここはもう大丈夫？フレームやから。うん。で、こっちはラスペにかけた？かかってんな。うん。まあでもこんなもんやな。うん。うん、こんな感じです。うん、で、今日から一日掘って掘っとく？なんて言ったらいいかな、うん。とりあえずこれで放置して。うん、で、また明日ね、うん、外していきます。なので。だからまあこの。浸透さして、うん、まあいつもだから前日にバーッと塗ってんねやんか。そう、うん、そうやな、帰る時とかにな、うんうん、なんかこんな感じで、またとりあえずやってないんだけど、うん、あのリア、はい、ドライブシャウト後からちょっと抜いて、うん、でナット外して、うん、でこっちラスペネ、左ラスペネ、うん、リア塗って、うん、あのドライブシャウトのこのスプラインにもちょっとやっていくわ、うん、やっていきたいと思います、うん、ラスペネ、うん、長ポーズバラすときに使うのこれぐらい、こういう、まあここのあのネジ外すのはもうラスペネぐらいやな、うん、だからあとブレーキクリーナー、うん、ああ、うん、ほんで違う動画ではシャーシブラック、うん、シャーシブラックもやってるな、うん、やってみて、ただでも俺な、後からあのレガシーのメンバー見たけど、うん、こっちの方が多分塗りやすいプラスなんていうかな、何回も塗らんでええっていうの。あ、はいはいはい。うん。だから逆に言うたら、慣れてきて、うまく使えばこっちの方が、
割りやすかもわからん。あ、そうやな。あの振ってビャーっとやってして、ね、時間も短縮できるから。え、サーチブロックでも普通でも高いんちゃうかな。いや、安いやつは安いね。あ、そうなの。うん、だから安物を、うん、不便に時間かけて塗るよりも、まあ、ちょっと割高かも分からへんけど、あのワコーズの使った方が時間短縮できて光沢もやっぱりちょっとちゃうかったな。ほんなら次からね、うん、いいと思います。で、まだこれはかけたばっかりだから、うん、今からこう、そう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 、うん、浸透して、浸透どないなるかな、うん、まあ、楽しみやね、うん、なので、うん、まだ続きを見といてください、うん、明日のお楽しみやな。入りから岸川さん、私ずっと忘年です。普段は、あ、でも前の動画からしたら髪の毛切ってんねんな。切った、ちょっと足入れてもらって切りました。ちょっと後ろがちゃう、ちょっとな、後ろがな、うん、こんな感じ。そうで、普段は邪魔なので止めてます、うん、で、前は伸びてきたものに邪魔なのでかかってましたで、センターで分けてないです、普段。あ、ちょっと左目が見えないから、うん、こっち側だけ、うん、で、本題入ります。うん、本題な。で、昨日か、うん、昨日このラフペネと二間を、うん、やって、浸透性とかどっちがとかいうのをやってみようって言ってて、で、1日経ちました、うん、どんな感じかっていうのを、まあ、ちょうど24時間ぐらいかな。そうそうそう、うん、見ていきたいなと思います。オイルはもう昨日抜いてから抜いていってます。ああ、全部抜いて。で、こっちがラスペネやな。ラスペネ。フロントのこっちは、右はラスペネ、うん、左は551、うん、手足です。ああ、で、うん、ケツの、リアの左はこっちはラスペネ、うんうん、で、こっちが CRC、うん、で、これマフラーどっちやったかな。下が、CRC やな。え、マフラーの多分下が CRC で、上が、うん、ラスペネやった、うんうんうん、で、とりあえず一箇所ずつ、うん、じっくり見ていきたいと思います。うん、簡単な、前から行く、うん、前から。ほんで、はい、一個気づいたのは、うん、こっちラスペネや、はい、これを見てテカってるやん、うん、テカってることは光沢があるので、まだ残ってるってことや、うんうん、で、こっち CRC で、うん、CRCこっちちょっと乾き出してるやん、うん、マットコートみたいな感じ。後ろ、後ろがよう分かるわ。こっちが分かる、うん、こっちなんか濡れてる感ってあるやろ、うんうんうん、なこっちも乾いてる感ってあるやん。さあ、かけたよっていう跡はあるけど、うんうんうん、そのなんか色の違い。だからいつも 2,3、うん、回かけるもん。ああ、CRC だと。ああ、そう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 。ラスペネやったら1回で1回でいけるってことで、うん、こんな感じなんですね。かどうかを今から外し、そうそう、外していきたいと思います。まあ、簡単なとこもあると思うけど、うん、まあとりあえず外しやすいとこだけ外していくわな、うん、そうやな、うん、これ別に普通に撮っていっていいの、うん、タイムラプスじゃなくても大丈夫、うんうんうん、まあとりあえずちょっとシュマスク外させて、うん、苦しい。ちょっと長い、ここな、これ長いから結構錆びて、うん、フロントな。こっちロアームとメンバーつながってるところです。ここ結構硬い、うん。これでラスペネやな、こっちは。こっちラスペネやな。うん、で、ここから、はい、だいたい。あ、ほんでちなみに言うんですけど、外し方の動画はもう前のロードスターで上げてるので、そっち見てください。どの工具使ってるとかいうのはもうここでは省略させてもらいます。まあ この辺ぐらいから、まあまあ結構固着してるやつが外しやすいんけど、うん、まあ固着してるとこがどっかで出てきたら、まあ比べれる。まあ、うん、ナットの周りはええわ。うん、うん、次午後、うん、CRC ですね。ちょっと硬いような感じはするけど、まあ多分この周りがスムーズかどうかね、うん、
あのマフラーやりがいありそうやね。なんか木のせいかもわからへんけど、うん、こっちの方が硬いような木もする。やっぱり残ってないから、うん、ああでいつも3回ぐらいかけてるからやりやすいけど、うん、まあ多分浸透性の問題だと思う、ね、うんうんうん、うん、で後ろはリア同じとこ行く？メンバーとローアームつながってるところ？あ、この芯が回るかどうかな。うん。ローアームの私っていう持つところ。ほんでな。ここの外し方やったかな。まあ、ロードスターの人は、うん、まずこのボルトを抜かなあかんから。うんうんうん。こっちラスペンやな、うん。で、まずこれを締める側に回してほしい。一回締めて動かすってことやな。ああ出たな鉄パイプ。パイプじゃない。え、お前あ、めっちゃ長いやつか。これを。うん。入る？うん。カーンというやつちゃん。うん。締める方に。うん。一旦。あ、ちょっと待って、CRしい。これ。うん聞いてるかな。あ、やっぱこっちの硬いな、うん、やっぱこっち浸透してるよ。で締めてもらってこのボルトが動いたら、うん、緩める。まあ、うん、どっちやろこんなやり方普段せえから分からへんくなるやろ、うんうん、ここは、うん、一緒ぐらい、はい、一緒ぐらい、まあ、別にこれ批判してるわけじゃないよな。 CRC を批判してるわけじゃないです。こっちがメインのナットの方やから、うん、ナットの方が緩みやすいかどうか、うん、こんな感じね。でこっち CRC です。いや、CRC の方が緩みやすい。あとこっからやね、うん、こんな感じやろ、うんうん、うん、こっちの方がいい。これは多分ネジのこの錆び方の問題なんだけど、うん、であとはマフラー、うん、わかりやすいかこっちかな、うん、こっちにしようか。上がこれはでも、うん、上がラスペンやね、うん、下 CRC やけどなぜか知らんけど CRC の方が水分が残ってる、うん、ただ足回り見たら完全わかる。こっち濡れてるけどこっち乾いてるもん、うんうんうん、だからやっぱり浸透性が、これは、CRC か、うん、どっちやったかな。下がラスペンやった気がすんねんけど、まあ、ちょっとあの動画確認して、うん、動画確認すればいい、っていうか最初に流れます。確認して、うん、すいません、私は適当です。おー、うん、こんな感じね。これはあの、舐めたネジを、そう、いける工具です、うんうん、まあこれはまあネジの、うん、ちょっと、うん、あれこれはええで、舐めたネジを外すやつや、うん、こんなんもね、あの、うん、これはもう紹介しとったな、うん、工具の紹介でしてます。これは下が CRC としたら、うん、CRC の勝ちやな、うん、後ろなのね両方とも上が、上があかんネジやな。あ、そうか、あれやねんな、だから多分あっち、そう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 、うん、だから両方とも上があかんから、うん、で下がいけてるから外しやすいのが CRC に思うけど、うん、まあ多分なんか腐食してるのは上やから上がお前を外しにくい、うんうん、一緒ぐらいな、うん、まあこれはちょっと比べもなれんかったけど、やっぱりフロントのこの
長いところはやっぱりラスペネの方が良かったな、うんうんうん、だからまあちょっと見てほしいのがやっぱりこの乾いてる乾いてない、うんうん、ここを見てもうたらもう浸透性がいいのがで、うん、長持ちするから、うん、まあそれで言うから3分の1の量でいける。そうやな。でガスペネな初めの動画で俺 CRC みたいにこんなして吹きかけとって、うん、これアウチ、これ間違えてるわ。こう際にしてあシューちょっとやってもうたら、うん、逆に言うたら5分の1ぐらいの量でいける。あだから今ビューって CRC みたいにかけとったけど、このかけたいところにちょっとじわっとこうかけたい、いくで、いける。かけたいところに、うん、こう、まあ、この辺やったらちょっと、うん、でこのかけたいところやったらちょっと、ちょんと、うん、ほんならめちゃくちゃ量少なくていい。うんうんうん、そうやな。でこれは振らんでもこう出てくるやつやから、あ振ったらダメなんです。うんうん、だからそのなんていうの、量が出えへんとかいうことはないから、うん、だからこの際でかけてちょんとやってもうたらいい。そう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 、少量です、うん、だからこれはやっぱりラスペネはええと思う。俺も使ってないで何使ってるかというと、シャコチョの固着、うん、シャコチョの固着はやっぱりこれじゃないか、うん、こんな感じでこの2つ比べてみました、うん、で別にこれを批判する批判したいとかいうわけでもなく、これを押してるっていうわけでもなくて、まあそのまあ、あの、うん、用途によって変えてもらったらいいかなと思います。で今回はその外しやすい方外しにくい方とかってあるから、ちょっと一台の車では分からん、うん、まあだからほんまに硬いところが左右があったら OK やな。そうそうそう、同じ硬さとかで比べれたら、うん、まああの結果こうなるの分かってました、はい、でもただ違い方俺の感じで言うたら、うん、その付け方、うん、だから拭き方をもっと際でして、あそうやな、だから、うん、こっちを使い慣れてる人はこれ最初だからもったいなく使っちゃうと思う。そう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 、それをだからせこくせこく、そう見て使ってもらっていいかなと思います、うん、でやっぱりこう3倍乗ってるから、うん、結構使うやんか。そうやな、量は量使うやんか。だから俺からしたらこっちの方が安つくんちゃうかなと思って、うん、だからまあまあまあその何浸透性がいいってことに関してはね、ほんまにもうなんていうかいろいろやね、うん、そしたら部品拭いたりもこれとかでするので、こっちやったらちょっとそれはもったいないって言われるから、うん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 、こっちも使っていくし別にこれを批判したいわけだから、俺からしたらあれでこれ重要なとこしか使ってない、うん、それでまあそんな感じでええと思うな。そうそうそう、1本持っといて重要な時肝心な時だけ塗るっていうね、うんうん、こんな感じです。こういう系って他にもあるの？ CRC ってないあるんかな、まあ保護剤とか潤滑剤はまああるやろな、まあ、そんな感じちょっと比べてみようかなってあったからやってみました、うん、参考にしてもらえればいいかなと思います、うん、めっちゃマスクずれるだからちょっと最初から最後まで長いと思うけど、まあ、見てもらった方がどこで何かけたかっていうのも分かるし、せやね、うん、参考にしてください、うん、また他の動画もワコーズ商品ちょっとずつやけど紹介していってるので見ていてください。チャンネル登録とこれお願いします。めっちゃ